失敗が怖い。右手左手。今ねやろうと思って。Hello、 では始まりました。むじさんチャンネルです。今回はですね、そう、リクエストが一番多かったですね。これですよね。メントスコーラ。誰がこの令和の時代に見るんだっていうね、ふうに思ったんですが、まあ一番リクエストが多かったんで、やりましたよ。で、まあやってなかった理由っていうのはいくつかあるんですけど、まあ一番大きいのはですね、そうなんですよ。まあ皆さんご存知かもしれないですけどね、私の好きなですね、TKTF 民っていうですね、人がいるんです。TKT。なんかすごいな。はい。っていう方がいらっしゃるんですけどね、その TKT 風民、なんじゃ風民じゃない、TKTF 民さんがですね、まあある、ね、YouTuber にね、コメントスコーラやれって言ってね、せがまれたというか、ね、こうやれみたいな形でねやられてしまって、でやる予定だったんだけど、いやこれはなんか、これはちょっとなんかやる気にならないなって思って、こんなネタ、まあなんかね、その人も今後ね、そういったいろんな YouTuber たちに、ね、このメントスコーラを、ね、お願いしますみたいなことができなくなるらしいので、あ、まあだったらまあいいか、メントスコーラやってもっていうですねのがあった。で第2に当然どこでやんだって話なんですよ。まあだってポシャーみたいになっちゃうわけでしょ。それどこでやりゃいいんだ。それ外でやんなきゃいけないけど、公共の場でなんか汚すとか嫌だったんで、どうしよう。なんか風呂場でやってる人たちも結構いるんだよね、 YouTube はね。でもなんかあんまりライトがすごい薄暗いから、うまくね、うまく撮影できないなっていうので、その撮影場所に困った。なんでその使わせてくれる、ね、バルコニーみたいな場所を使わせてくれるところを見つけるのに苦労した。ちゃんと掃除しますから使わせてくださいみたいなのね。で、OK はもらえてたんだけど、そう、自粛期間に入っちゃいましたから、当然そこに行くことできないじゃんって話ですよね。だから、とりあえずこの自粛期間が明けるまで待たなきゃっていうので、待ってたっていうのがあります。です。まあだからこの二つがすごい大きい理由で、三つ目にどうやってやっていいかわからんと。まあ実際これから見てもらうんですけど、その時もどうやってやっていいか結局わからんと。で、ツイッターかなんかにね、上がってたんですよ。それで、あ、そういうことなんだ。そう、メントスコーラっててっきり、こうなんかコーラからブシャーって出て、わーって見るもんだと思ってたの。そしたら違うんだね。口に入れて、ほげーみたいになるのをみんな見たいんだね。だから、それがまずわかんなかったんで。とりあえずやりました。見てください。どうぞ。はい。では、行きますよ。本当に。もうやったこともないし、どうなるのかもわかんないです。はい、よし、ああ分からん、できんのかな、もうどうやってやるの、あ、もういくつか出して、下に落ちてつって割れて、いくつ入れればいいの、ああ失敗が怖い、ああ右手左手、今ねちょっと外うるさくない時にやろうと思って。これで合ってんの？もうちょっと言っておきますか。もう終わりだよね、多分これ1回でね。この絵で本当に鼻から出てきた。うわー、これ勝たさなきゃいけない
本当に一気に長くなりましたね。はい、こんな感じでやったんですが、どうですか？一体何が面白いのかはやった本人もわからない。うん、味は確かに甘くなってたような気がする、メントスで。あ、そう、それでね、そう、絵的にやばいんじゃないか、あんま面白くないんじゃないかと思って、そうそう、コーラ大きくしたんですよ、もうちょっとね。どうだったかな、地味かな、もっとでかいやつの方が良かったかな。昔はね、こういうので再生数とかね、取れてたんでしょうけどね。そんな今時代じゃないですもんね、本当に。絶対やんない方がいいっすよ。うん、そう思う。やったところで、さあ、得られるもんもないだろうし、ね、面白いと思ってくれる人も少ないし、ただただ汚れてね、掃除するのがめんどくさいだけだから、やらない方がいいと思いますよ。やらない方が本当にいいと思う。こうやってね、また多分映ってないんでしょ、一番面白い部分はい、でした。はい、ご視聴ありがとうございましたピッタピタだよ。はい、 Thank you for watching。 舐めちゃいけない。